治サは、聖の第十三代君主。昭光の子。治サは、四季の表記で、春秋差し伝では、貴公と表記する。関連地図昭六十四年、昭光が皇居したため、この六始めがたって、聖君となった。治サ十一年十二月、治サは、帝の昭光と関門で名を結んだ。これ以前に結ばれた、路の名役を重ねるものである。 おさむこう十四年五月、おさむこうは、炉の陰公と会合し、もぐさで命を結んだ。これにより、聖炉は初めて和平関係となった。翌年、おさむこうは、弟の講師年を炉へ使わした。おさむこう十六年春、おさむこうは、帝、宋、英三カ国の和平を図った。宋と守るは、東門の役で帝を攻撃していた。七月、おさむこうは、宋の将校、 守るの先行と恩で会合し、河原屋で名を結んだ。これにより、僧、守る、帝の和平が成立した。おさむこう17年、僧の将校は周王への長金を怠った。帝は王名を報じて、僧と改戦し、僧と露の関係も断絶した。冬、おさむこうは露の陰講と棒で会合し、僧を討つ相談をした。翌おさむこう18年2月、今度は、 帝の将校も交えて、中級で会合し、総攻めの日取りを決めた。そして6月、聖、路、帝の三国は総に攻め入り、その領地を奪った。7月になって、総側に栄とサが加わったが、互いに折り合いが合わずに不和となり、聖、路、帝はこれらを打ち破り勝利した。また、守る、サと共に欧名に背いたを、帝と共に打った。おさむ19年、 ロ、テイの三国は続いて元を攻撃した。九月に元に攻め寄せた三国は三日で元を陥落させ、元の将校は守るに亡命した。おさむこうは元の地をロのイン公に譲ろうとしたが、イン公が辞退したので元はテイに与えられた。テイの将校は挙縮と高層へにその地を統治させた。おさむこう二十一年一月、宋の将校は 真下の花父氏に殺害され、花父氏は将校を立てた。おさむこうは、老、陳、帝の君主たちと機微で会合し、僧を打つ相談をした。しかし、僧は四カ国に賄賂を送ったため、相当罰は取りやめとなった。おさむこう十二年一月、おさむこうは、ロの観光とエで会合して、婚約を結ぶ。九月、娘がロの観光に嫁いだ。 おさは娘を自ら館まで送り、館で観光と会見した。おさむこう25年5月、北エビスが生に攻めてきた。6月、帝が大使の骨を派遣して、生を救援させ、北エビスを撃破した。これに対し、おさは大使骨に娘をめとらそうとしたが、大国のサイトでは釣り合いが取れませんので閉じ退された。おさむこう29年12月、 お公は、帝の将校の求めに応じ、えとともに、ろに侵攻し、ろで戦った。お公三十二年春、帝が、き、ろとともに、せい、そう、まる、縁の四カ国連合に攻撃を仕掛け、四カ国連合が敗北した。この年、お公の同母帝である、こ子年が即居し、恵比寿と、送りなされた。おさは、えびす中年のいじである、高うそを、 とても長愛し、放録や復職などを大使と対等の待遇にした。おさむ33年12月停止、おさむが公居し、大使の所持が立って、聖君となった。兄弟姉妹男子女子、ありがとうございます。